こんにちは、あっちゃです。今日はですね、僕が何者なのかっていうことを皆さんに知っていただきたいなと思います。最近ちょっと動画の数字も良くなってきて、チャンネル登録者数とかも増えてきてみたいなところで、僕のことを知ってくださる方、見てくださる方が増えてきたかなとは思うんですけど、それと同時に僕が一体何者なのかっていうことをまだね、あんまり皆さんにご紹介してないなと思いまして、もしかしたらね、皆さんの中でもただなんかジャニーズをひたすらなんか辛辣に語ってるやつみたいな感じにね、映ってるかもしれないので、ここら辺で一回自己紹介というか、そんな感じの動画撮っていきたいなと思います。僕のことを知っていただくといっても、皆さんからのリアルな疑問とかがあった方が分かりやすいかなというか、答えやすいかなと思ったので、僕のインスタグラムの方で質問をちょっと募ってみました。結構ね、無理やり質問は集めた感じになるんですけど、そこから何個か答えて、僕がこういう人間ですよみたいな感じのことを皆さんに紹介できればなと思います。よかったら、概要欄の方に URL 貼っておくので、そちらからインスタグラムの方もぜひよかったらフォローお願いします。ということで、どんどん質問答えていきましょう。はい、まず最初に僕の簡単な自己紹介をさせてください。名前は、皆さんご存知かなと思うんですけど、こんな感じで、CHIDA で町田と言います。生年月日は、1998年の6月27日生まれ、来月、22歳になるよみたいな感じです。でね、これ最近知ったんですけど、スノーマンのラウール君と同じ誕生日だったということで、もしよかったらね、ラウール君の誕生日の日は、僕も誕生日だみたいな感じでちょっとね、結びつけて、覚えていただければなと思います。はい、この感じです。もうこれ以外に別紹介すること特にないなと思ったので、インスタで質問募ったっていう感じなんですけど、ここからは、皆さんからいただいた質問を答えていきたいなと思います。まず1つ目、ジャニーズは昔から好きだったんですかっていう、はい、これ結構いただきます。これね、僕が物心ついた時も、本当何歳か覚えてないような時から、正直ジャニーズは好きでした。入り口はやっぱり、ちっちゃい頃、お母さんの車の中でスマップが流れていて、それ経由で好きになったっていう感じですね。だからもうかれこれもう10何年、もしかしたらもう21年間ずっと好きだったのかもしれないですし、本当に物心ついた時から、僕は、ジャニーズが好きだったという感じです。次、ジャニーズ以外で好きなアーティストはいますかということで、これもね、結構いただく質問です。この質問もそうなんですけど、もしかしたら皆さんの中で僕がジャニーズしか聞かない人みたいな風に認識されてるかなと思うんですけど、実は僕めちゃくちゃ他の音楽も聴きます。それこそジャニーズ、女性アイドル、地下アイドルとかも含め全般聴きますし、日本の J-POP、普通に邦楽のロックとか洋楽のロック、洋楽のメタルとかハードロックとか、全然ほんとジャンルレスに、いろんなものを聴くので、このジャニーズってこの一番好きなこの基本軸がありながら、他のジャンルも結構かいつまんで聴くよみたいな感じで、ジャニーズ以外で好きなアーティストいますかって言われると、なんだろうな、本当強いて言うならこれっていうのも紹介するのも多くなりそうなぐらい、本当にいろんなアーティスト聞きますので、またの機会にご紹介させてください。答えになってないかな。はい、そんな感じで、はい、次、千田くんはどんな性格ですかということで、難しい性格です。次、動画編集アプリは何使ってますかということで、これはここに、MacBook あると思うんですけど、これはもう Apple から出てる Final Cut Pro かな、Final Cut Pro 10を使ってます。結構これもう本当有名 YouTuber の方みんな使ってるというか、結構王道な動画編集ソフトになるのかな。はい、それ使ってます。本当ね、動画編集とかも僕全然そんな凝ったものできないんですけど、はい、こんな感じに日々頑張ってるつもりではいるので、よかったらね、その辺にもちょっと焦点当てて褒めてくれると嬉しいなぁみたいな感じです。はい、次、なれるなら誰になって何をしたいですか、過去ジャニーズということで、これはもう一択でしょ、キムタクですよね。これもう世の中の男なら一回はキムタクなっときたいんじゃないかな。これは何をしたいか、キムタクになって何をしたいか、なんだろうな、もうキムタクという人間になってキムタクという生活をしてみたいっていう感じかな。なんだろう、もうどういう世間の目が自分に飛んでくるのかとか、どんな感じで振る舞ってるんだろうみたいな、周りからのこの扱いだったりとか、なんかそういうところちょっと一回は感じてみたいなっていうふうに思いますね。次、YouTube 投稿するようになったきっかけを教えてください。はい、これね、きっかけは何かって言われると、正直なんとなくっていう答えにはなってしまうんですけど、今投稿している理由っていうのは明確にあって、ジャニーズっていう、コンテンツを多く僕は結構発信してる方かなと思うんですけど、がっつりファンじゃない人、
例えば嵐超好きだけど V6 はそんな好きじゃないよとかね、いろいろあるじゃないですか。まあそういう人たちをちょっと結びつけるじゃないですけど、嵐しか興味なかったよとかね、カトゥーンしかまあ興味なかったよっていう人たちが、僕の動画を通じて、あ、ジャニーズ WEST 聞いてみようかなとか、ニュースの、小山くんってこういう風なとこあるんだみたいな風に、まあ、知っていただける、まあ、入り口みたいなのを、まあ、作れたらなというか、なんかそういう橋渡し的な存在、まあ、皆さんにね、あのエンターテインメントたくさん面白いものあるんだよっていうのをちょっとご紹介というかご提案できるような、まあ、存在というか、まあ、そんな感じのスタンスで動画は最近作ってます。まあ、なので本当にコメントとかで、あ、なんか今度、何々切り見ようかなと思いますとか、こんな曲あるんだとかね、いろいろなんかその僕きっかけでなんか何か感じ取ってくれて、まあ、アクションしてくれたっていうのがコメントとかできたりするとすごい嬉しいなというか、やっててよかったなって思う瞬間なので、まあ、ちょっとねこの質問とはちょっとずれましたけど、まあ、なんかそういう感じで最近 YouTube はやってます。ということで、僕という人間分かっていただけたでしょうか。まあ、正直ね、あんまり僕の紹介というよりはなんか質問に対してのレッスンというか、こういう考え持ってますみたいな感じにはなってしまったんですけど、まあまあこういう感じのフリートークとかすると、まあ、僕という人間が少し見えてくるんじゃないかなとも思いますので、まあね、あのどこか感じ取っていただけたらなと思います。まあ、それこそ、まあ、この動画のコメントとかね、あの質問とか送ってくだされば、なるべく答えたいなと思いますので、またね、なんかの機会があったら質問コーナーみたいな、視聴者の皆さんと触れ合うコーナーみたいなのもやってみたいなと思うので、はい、期待していただけたらなと思います。あ、そう、あとインスタグラムの方でなんか定期的にね、インスタライブでネタ会議みたいな、なんかねそういう交流みたいなのもね、ちょっとしてみたいなと思ってるので、よかったら、まあ、はい、フォローしていただけたらありがたいです。それではまた次回の動画で。